クレイ町にあるクレイ軍旧庁舎2007年撮影クレイ軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の中央部に位置する軍である2010年国勢調査での人口は9386人であり2000年の1330人から9.1%減少した軍庁所在地は軍内で唯一法人格のある町であるクレイ町。 クレグ軍は1858年に設立され、軍名は19世紀の巧妙な政治家であり、ケンタッキー州選出アメリカ合衆国上院議員、アメリカ合衆国国務長官を務めたヘンリー・クレグに、ちなんで名付けられた。クレグ軍は、チャールストン大都市圏に属している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は344平方マイルで、あり、 このうち陸地342平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.41%である。軍内を通る主要道は、ウェストバージニア州道4号線、道16号線、道26号線、道36号線と、週刊高速道路79号線である。その他にもトリップレッドリッジのエルクハースト近くを走る、群道5号線は、クレイと、 ワイデンを結び、ウォールバックやローン軍のグラニーズクリークに向かう、サマンフォークローン道路、カナー軍とクレー軍にまたがる、小さな町、クイーンショールズに始まり、インドアで終わるクイーンショールズ道路がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1991年の映画、羊たちの沈黙の中で、検出される犠牲者は、クレー軍のエルク川で見つかった。 ありがとうございます。